ときにスーパーが決めてる。ということで我々製品で抹茶はこんなのは800円しか売れないよと言えばそれに従わざるを得ないです。ほんで我々にはみんな経営者ですから水槽玄関があるわけですよね。漁道玄関もある、まあね、漁道玄関と言いますけどそれが通用しないんです全然。ほんで自分の魚に値段をつけて売れないんですから経費かかってきてる。で、工業なんとかせんといかんって言うんで、ちょっとでも本当なのか、嘘じゃろうということで、私は確かめるために、この昭和60年代後半からですね、自分でポツポツ魚を売っていってたんですね。ちょうど売れたというのは、何かと言ったら、黒猫山とかですね、ちょうどプール宅急便を作ったんですね、その頃。確かに昭和62、3年に、60年か63年。今この手に乗らないとこれ仕事はできないと思ってでそれで乗ってきたんですけど、でそれで沖縄から北海道まで個人の販売企業の販売どこになったかと我々が取引している企業名だったんです。こういう皆さんの企業名で労働組合に入っていたんですね。手数料 3% やるか組合費が入りますからどんどん売ってきたって。で全部 DM 出して会社に売られてる。そんなところは、これはもう楽でした。みんなの区内を 3% ぐらい売り上げの払えば、あの注目からしお金の回収まで企業がしてくれたもんですからですね。ここへよかしお前やないって言って、だんだんそれが浸透しだして増えだしてですね。で、あの最初は自宅の横に まだ残骸残ってるんですけど、あのボトンのプレアブのマイナス50を作って、やり始めて、それは誰も従業員になって、私は本社の仕事が終わって、帰ってきてから自分で、夕方5時ぐらいから夜中の3時まで、一人でマグロを切って、全部をやってきたり、それを手伝ってくれたのは、まあ、家内であり、近所のおばさんたちだったんですね。で、それがだんだん増えて、明日もんだから、よくも行かねえということで、従業員がやっと一人二人働かせてきたもんですから、まあ、それから入れて、でそれを入れ出したらまだまだ広がってですね、もう女もこれやったら何でちょうど大型冷蔵庫を作ろうっていうおじがその組合所長がやってみればどうかしようと、ね、で平成3年に今のこの当面にある冷凍マグロ加工場マイナス60度これは九州管内にマイナス60度というのは2つしかありません。ね、この南マグロを入れる。で、その時に、あのうちも、このまだマグロ漁業、あのこんな一隻マグロ漁業もやったもんですから、あのちょうど新船も一隻船を作ったんですよ。で、冷蔵庫は 1.1億8000万、船は5億何千万。で、信用水産としてその、市八王子の大型投資をしたんですね、平成3年に。それがうちの、まあ、転換期です。一番のこの信用水産のですね。その時に、これはもうと思って、私も必死、まだ50ちょっとですから、必死になってですね、これはここまで投資したら潰すわけねえかと思って、やったのが、皆さんもご存知の通り、四季のマグロフェスティバルです。四季のマグロフェスティバルは私が裏の工場を作って販売するなって仕掛けたイベント。